が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流はたゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまのなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜から金曜までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便ジェットストリーム、夜間飛行のお供をいたしますパイロットは私、伊武雅藤です。ジェットストリーム、ドリームスカイワード、 JAL がお送りします。Thank you.
ガネチヤジェットストリーム、あの音を訪ねる旅、バリ。バリ島でポケットバリ語辞典というのを見ましたら、英語、そのインドネシア語、ついでバリ語という順に単語が並べてあるんですが、バリ語のところだけ単語が3種類あるんです。ヒンドゥー教と一緒に入ってきたカースト制の影響で、目上の人に対して使う言葉、仲間で使う言葉、目下の人に使う言葉とそれぞれ使い分けるというんです。日本語でも私と言ったり、僕と言ったり、俺と言ったりしますから、この使い分けがわからないわけではありません。英語とドイツ語くらい違うと言われるインドネシア語とバリ語で、バリ島が独特の文化圏であることを示していますが、共通語としてのインドネシア語が学校でもテレビでも使われています。そのインドネシア語にも多少上下の使い分けがあるそうですが、バリ語ほどではないと言います。これは難しそうだなと思って現地の日本人駐在員さんに聞きますと、複雑に考えることはない、日本語の私や俺だって外国人は私だけ覚えとけばいい、簡単なことさと言います。なるほど、物事は割り切りが肝心という外国暮らしに慣れた駐在員さんの知恵です。単語を覚えてしまえば文法的には単純で身につけやすいのがインドネシア語だそうです。あなたも現地でトライしてご覧になってはいかがでしょう。Somebody to love.
my be. I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. I'm learning. I must be warmer now. I'll see.
ウンドグラフィティ。今夜お届けした曲とミュージカル We Will Rock You 情報は番組のホームページでもご紹介しています。 tfm.co.jp/jetstream までアクセスしてください。ご意見ご感想もお待ちしております。Thank you.
矢田亜希子です。沖縄の朝はまるで夢の続きを見ているよう、異国情緒いっぱいの白亜のホテル、差し込む朝日とひそやかな潮騒。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは、遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が、美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の感想曲、ジェットストリーム。お相手は私、伊武雅藤でした。ジェットストリーム、ドリームスカイワード、 JAL がお送りしました。佐々木です。